Thank you.信じられません。たった二人で敵を次々となぎ倒し勝利を手に入れたのはなんとクラウド&エアリスチーム。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はぁ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたら、またお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方、美しいですね。ねえ。ふん。次、決勝だね。ああ。浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩、二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。恐れ入ったよ、まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、まずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダム・マム推薦クラウド&エアリスの入場です。豪快、再起不能した相手は達人です。病院送りは当たり前、ゴミ掃除はお任せあれ。断罪の処刑マシン、チョコボサル推薦カッター&スイーパーの入場です。ロボット、シンラの機械兵器か。そんなのあり。さあ、100万ギルは一体誰の手に。さあ、泣いても笑ってもこれがラストだ。コルネオ杯決勝戦、レイファイ。
ご愁傷様。ふん。あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんたふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん。喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の掛け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てば、さすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。ほら言っといで、私に賞金を届けておくれ。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか？もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか？そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリース。クラウド、こっち見て、かっこいい、かわいい。俺たちクラウド、エアリース結婚してくれ。対しますは地下闘技場のさらに地下、中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。ただの家じゃないようだ。
謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイト。動きが完全に止まったか。流れ止めないで。
仏策に押し入る勢いで攻め立てる。待て。案外やっけなかったね。いいや、これから。